アエン、アエン、アエンは原子番号30の金属元素。元素記号は ZN、アエン属元素の一つ。安定な結晶構造は六歩細密充填構造、HCP の金属。必須ミネラル、無機質16種の一つ。アエンは光沢を有し、半磁性を示す和音を帯びた銀白色の金属である。 融点は4 1 9を、沸点は907と、金属としては比較的低い。比重は鉄よりも小さく7.14。常温では脆いが、約100から150の範囲のみで、点性、円性に富むようになる。210を超えると、再び脆性を示すようになる。亜鉛は良好な電気電動体である。単体金属の格子定数は、 A イコール265.9 pm, C イコール493.7 pm, 25で理想的な六方細密重点構造よりもやや C 軸方向に伸びている。C 軸方向の熱膨張率は A 軸方向の約3.5倍と違法性が強く現れ、線膨張率は A 軸方向、C 軸と垂直は 1.5010k。 C 軸方向では 5.3010K である。亜鉛を曲げると相性変化による鈴なきが起こる。亜鉛を含む合金は多く、銅との合金である真鍮がよく知られている。その他の亜鉛と二元合金を形成する金属としては、アルミニウム、アンチモン、ビスマス、金、鉄、鉛、水銀、銀、鈴、マグネシウム、コバルト、ニッケル、テルル、ナトリウムが知られている。 アエンとジルコニウムは共に、強磁性ではないが、その合金、ZRZN は 35K 以下の温度で、強磁性を示す。アエンは、周期表の第12属元素に属し、AR3D4S の電子配置をとる。単体アエンは中程度の反応性を持つ金属であり、共感現在として働く。純粋な金属の表面は湿った、空気中で錆びてしやすく。 最終的には、空気中の二酸化炭素との反応によって、塩基性炭酸亜鉛からなる、開白色の不動体飛膜が形成される。亜鉛は、空気中で燃焼して、明るい青緑色の炎色を発しながら、酸化鉛のフュームとなる。亜鉛は酸及び塩基と容易に反応し、極めて純度の高い亜鉛では室温において、酸とのみ徐々に反応する。塩酸や、 硫酸のような強酸は不動体被膜を除去することができるため、不動体が除去された金属表面と継続的に反応して水素を発生させる。希少酸に溶解させた場合は濃度により、ア酸化窒素、窒素、ヒドルキシルアミンあるいはアンボニウムイオンを生成する。アエンの化学は2価の酸化状態が支配的である。二価の酸化状態にあるとき、 亜鉛の電子核は災害核の 4S 軌道の電子が失われた状態となり AR3D の電子配置となる。水溶液中においては主に6排異作体のの形をとる。亜鉛と塩化亜鉛の混合物を285度以上で揮発させることでプラス1化の酸化状態の亜鉛化合物である ZNCL が形成される。プラス1化及びプラス2化以外の酸化状態をとる。 亜鉛化合物の存在は知られておらず、計算科学による解析からは4価の亜鉛化合物は存在し得ないだろうことが示されている。亜鉛の科学的性質は、作形性能などの面においては、どうやにっきりのような第4周期後半の繊維金属元素に類似しているが、D 軌道が満たされている、電子配置に起因して、その化合物は半磁性を示し、またその多くは無色である。 亜鉛とマグネシウムのイオン半径は、ほぼ同じであるため、同種の影ンと形成する塩同士では、同じ結晶構造をとり、その他のイオン半径に支配される性質においても、多くの場合は、マグネシウムのそれと同等である。亜鉛は共有結合性の強い結合を形成し、また窒素や硫黄を、ドナー原子として、より安定な作体を形成する傾向がある。亜鉛の作体は、 主に4範囲もしくは6範囲を取るが、5範囲の作体も知られている。ハロゲンとは室温において、乾燥状態では反応しにくいが、水分の存在下で室温でも激しく反応し、異様とは高温で硫化物を作る。一方、水素、炭素及び窒素とは高温でも直接は反応しない。亜鉛の近く中の存在比は、およそ十五から八十 p p m と推定されており、 その存在比は、全元素中24番目である。土壌濃度は5から 770ppm、平均で 65ppm である。海水中にはわずかに 30ppb、大気中には0.1から4マイクログラムマイメートルが含まれる。亜鉛は、通常、銅や鉛などの鉱石中で、ベースメタルに伴って産出する。亜鉛は、親同元素であり、 酸化物よりもむしろ硫化物を形成しやすい性質を有している。このような親道元素鉱石は初期の地球大気の還元雰囲気化でマグマオーシャンが凝固し近くとなった際に形成されたものと考えられている。硫化亜鉛からなる線亜鉛鉱は60から62%と高濃度に亜鉛を含むため最も多く採掘されている亜鉱物である。 他の亜鉛源となる鉱物としては、皮脂亜鉛、異極鉱、ウルツ、アラガネ、などがある。これらの鉱物は、ウルツアラガネを除きすべて、元の硫化亜鉛物の風化によって二次的に形成された鉱物である。全世界の亜鉛の主原量はおよそ19から28億トンと見られている。大規模な鉱床は、オーストラリア、カナダ及びアメリカにあり、埋蔵量が最も多いのは、 イランであるアエンの火災埋蔵量は、アメリカ地質調査所による2015年における推定において、アエン純文として、およそ2億3000万トンと見積もられている。有史以来2002年までの間におよそ3億4600万トンのアエンが採掘され、うち1億900万トンから3億500万トンのアエンが、今も使用されていると学者によって推定されている。アエンの復典が、 銅属のカドミウム、水銀と同様に低いため、酸化鉛を木炭などで還元して、金属を得ようとしても消化してしまい煙突の先端で、空気中の酸素と反応し、酸化物に戻る。この場合、鉱石を還元して生成した蒸気を空気を遮断して、冷却しなければ単体は得られない。アエンは少なくとも、紀元前4000年から銅との合金である王道。 真鍮として用いられてきた。古代ギリシア人は、ティプロスさんの亜鉛化合物について記述している。ローマ征服前のダキア人、現在のルーマニアは、紀元前から、金属亜鉛精錬技術に通じていた。ダキア以前に、金属亜鉛を得た民族は見つかっていない。ダキア以外のヨーロッパで、金属亜鉛を精錬するようになったのは、産業革命が始まってからである。 インドでもダキヤ人とは独立に亜鉛製錬技術を発見し、12世紀にはウールを還元剤として金属亜鉛を得ていた。12世紀から16世紀までに100万トン以上の亜鉛を製造したと考えられている。インドの技術はやがて中国にわたり、16世紀には中国でも亜鉛生産が始まっている。ヨーロッパ人として金属亜鉛に初めて接したのは、 ポルトガル人だった。ポルトガル人は、アエンの重要性に気づいておらず、ポルトガル商船を打破したオランダ人によって、ヨーロッパに金属アエンが持ち込まれた。1509年に、ニュルンベルクのエベナーが初めて欧州での金属アエンの生産を始めた。1620年には、ヨーロッパで、東洋起源の金属アエンの販売が始まった。1737年に、中国から、 亜鉛精製錬技術がイギリスに伝わる。1743年、ヨーロッパ発の亜鉛工場が港湾都市ブリストルに建設された。年間生産量は200トンである。同年スウェーデン人のアントン・フォン・シュワープが炭酸亜鉛から亜鉛を上流分離することに成功、硫化亜鉛からも抽出できた。これはイギリス人の製法とは独立である。百四十六年、ドイツ人、 アンドレアス・マルクグラーフは、他の二国とは独立に、金属亜鉛を得る。コークスと酸化亜鉛を加熱する際、空気を立つことが成功につながった。結局、マルクグラーフの手法が、金属亜鉛の大規模生産へとつながっていく。このため、マルクグラーフこそが亜鉛の発見者であると位置づけられることがある。1798年に、水平レトルト精錬法という、 耐火製容器に石炭と亜鉛鉱石を入れて加熱し、亜鉛を蒸留精錬する方法による精錬工場が建設された。当初、鉛製作り工業の副産物として得られていた亜鉛の表面は平滑ではなく、櫛の葉、人間のような筋状になっていたので、ジンクと呼ばれるようになった。日本では真鍮を意味する注意という言葉は、天平年間から記録があり、 文六年間には、新中という名称に変化している。その当時すなわち十六世紀終わり頃、阿ンは中国名ではナマリと呼ばれ、ポルトガルではツタンナガ、トタンと言ったが、これを日本ではトタン、トタンと呼んだ。また、阿ンという言葉は千七百十三年、聖徳三年に和漢三歳図絵に記録されたのが最初であるとされる。従来、日本では新中は、 江戸時代になって普及したと考えられていた。しかし、12世紀の平安時代、鳥羽上皇の皇后、美福門院が高野山に奉納した今詩近日最強に真鍮が大量に使われていることが判明し、すでにこの時代には日本でも真鍮が使われていたようで、ある。1850年代には、米国のヒルツが亜鉛生産を開始した。1881年に、 フランスノルトランジュが電解法を発明した。日本国内における金属亜鉛の精錬は1889年、明治22年に黒鉱の処理から開始された。上流亜鉛が商業ベースで生産され、電気亜鉛の生産が上岡鉱山で開始されたのは共に1910年、明治43年頃である。1910年代になると、 世界各地で亜鉛の電解精錬が始まった。亜鉛鉱としては、仙亜鉛鉱、ZNS や、騎亜鉛鉱、残孔が主要であり、日本の亜鉛鉱山は、仙亜鉛鉱が主である。細かく破砕された鉱石から、浮遊鉛鉱などで、脈石、銅鉱物、鉛鉱物などを分離したものは、亜鉛成鉱と呼ばれる、亜鉛含量50から58%。 亜鉛成鋼は焼結により段階とされることが多い。亜鉛成鋼は賠償により酸化亜鉛、亜鉛やき候とされた後に乾式精錬法もしくは湿式精錬法、電解精錬により金属亜鉛に精錬される。繊亜鉛にはカドミウムが、皮脂亜鉛には鉛が随伴するため、亜鉛精錬においてはこれらの有害金属が環境放出されないように制御される。 乾式精錬法は、炭素、コークス、または、無塩炭により、酸化塩の昇降を還元し、生成した金属亜塩を、揮発回収して、蒸留亜塩を作る方法である。還元度の形式により、水平レトルト蒸留法、立形レトルト蒸留法、縦型レトルト法、ニュージャージー法、電熱蒸留法、ISP 法などに対別される。蒸留亜塩は、 耐感粘土性、コンデンサー、受け皿に導いて冷却し、液状亜鉛として補修されるが、鉛、BP-1744、カドミウム、BP-765 を含む。これらの不純物は、ダイカスト用亜鉛において、流解腐食を起こす原因ともなるので、分別上流によりさらに高純度に生成される。鉛は揮発しない温度に保たれ、 カドミウムは先に揮発させて分別する。電熱上流法では、亜鉛や気候とコーク粒の混合物に直接電流を通し、加熱する円筒電気炉を使用する。この方法では、亜鉛1トンあたり3000キロワットアワーの電力と500キログラムのコークスを必要とする。ISP 法は、陽光路製連法とも呼ばれ、炉内で生成する亜鉛蒸気を イカリ通る鉛のシャワーに吸収させ、この亜鉛を四点六パーセント含む五百六十のイカリ通る金属を四百四十まで冷却すると、イカリ通る鉛に対する亜鉛の溶解度が二点一パーセントまで低下し、ほぼ純粋なイカリ通る亜鉛が分離して浮き上がるため、これを回収する。湿式精錬法では、酸化鉛の昇降を硫酸に溶かした硫酸亜鉛の水溶液とし電解して、 金属を得る。この硫酸亜塩溶液は不純物を含むため、まず少量の二酸化マンガムを加えて、鉄イオンを二化から三化へ酸化した後、鉄、ヒ素アンチモンを沈殿させる。続いて、少量の亜塩末を加えて、銅、ニッケルコバルト及びカドミウムを単体をして、石質除去する。この生成した硫酸亜塩水溶液に、気硫酸を加えて、酸性とし、陰極に、 アルミニウム電極、溶極に不溶性の含む銀鉛電極を用いて電解精錬する。溶極からは酸素、陰極からは亜鉛が積出し、純度99.99% 99以上の金属亜鉛が得られる。亜鉛は、イオン化傾向が水素よりも大きく、電位的に還元されにくい金属であるが、水素過電圧が高いため水溶液中であっても、 陰極に積出させることができる。消費電力は、亜鉛1トンあたり3000から4000キロワットアワーで、ある。亜鉛合金は、融点が低く、寸法精度を出しやすく、衝撃にも強い、優れた性能があり、全室の真鍮や洋白などの合金は現在でも、広く利用されている。安価で緻密な加工ができる、大カスト製品の地金にも、亜鉛合金が多い。 酸化塩、亜塩化は白色の粉末上結晶で亜塩の蒸気を酸素と反応させることにより製造される。古くは鉛や水銀を原料としおしろいなどに用いられたがこれが中毒を引き起こすため代替として顔料、医薬品、化粧品などとして用いられている。このほか、酸化塩は透明電極としても使われ近年においては 透明白膜とランジスタの電動膜としても使われる。ただし耐酸化性が極めて弱いため、代わって酸化インジウムスズ ITO が液晶パネルの応用が進んだが、こちらは効果であり、さらに代替の導電性鉱分子の材料開発が行われている。マンガン電池では不極材料や電解液、アルカリ電池、空気亜鉛電池では不極材料として使用される。 なお、充電時には、電池内部にて、不極から正極に向けて、樹脂状のデンドライトが生成し、短絡の原因ともなるため、いずれの電池も充電には、適さない。亜鉛を燃料とする一種の燃料電池ともいえる、メカニカルチャージ式の空気亜鉛電池が一時期、開発されていた。船舶や水道交換では、金属部分が水に触れて、電極となり、 電池を形成して腐食してしまう。これを防ぐため、亜鉛などを溶接して、こちらを電池の犠牲電極、または流電溶極とも言うとする。このような方法を電気防食という。船舶では亜鉛のブロックを船体に組み込み、消耗した亜鉛ブロックは定期的に補充する方法が取られるが、水道交換では対消耗性を確保するため亜鉛以外の材料も使われる。 鉱材の防食を目的として行われる。溶融亜鉛ッキは、溶融した亜鉛に鉱材を浸して製造する。薄い鉄板に亜鉛ッキを施した亜鉛ッキ鋼板は、トタンと呼ばれ屋根材などに使われる。道路の側溝をカバーするグレーチングにも亜鉛ッキ鉱材が用いられる。亜鉛は水銀などと同様に水素化電圧の大きな電極であり、1 0 7 v 1 n はそ相対的に水素分子を発生しにくい電極である。つまり水素化電圧は電極の表面状態、電流密度、温度などで変化するので、条件によっては水素よりも標準酸化還元電位が大である亜鉛が水溶液から積出したり、電解滅期することが可能になる。すなわち亜鉛の表面では水素イオンが電子により還元されてから、 水素分子が生成する多段階反応があ足となるため、低電流領域では陰極電位が ZN の平行電位に到達せず水素が発生するものの、高電流領域では二水素生成が飽和することで陰極電位が上昇し、水素過電圧亜鉛が積出する現象が見られる。また陰極上に生成吸着した ZNOH が 水素積質抑制剤として作用するとも考えられている。この電気メッキにより、電気製品やコンピュータなど細密な製品にも応用することが可能となったが、表面に亜鉛のヒゲ状の結晶が成長し、ウィスカー、これが電気内で短絡を起こして、製品の故障原因となる場合がある。近年でもサーバに障害を発生させる原因となるとして、 注意喚起が行われている。生体では、鉄の次に多い必須微量元素で、体重7 0ラムの人に、平均2 3ム含まれる。100種類を超える酵素の活性に関与し、主に酵素の構造形成及び維持に必須である。それらの酵素の生理的役割は、免疫機構の補助、総症治癒、精子形成、味覚感知、腹発生、 小児の成長など多岐にわたる。炭酸脱水酵素が最も重要だと思われる。その他、加水分解酵素の活性に関わり、DNA や RNA のリン酸エステルを加水分解によって切断するので細胞分裂に大きく関わる。人体に入る亜鉛は全て食品に由来する。人体中では骨に多く、ついで体組織である。 最も少ないのが血液であり、7ppm に過ぎない。体組織中では、眼球、肝臓、筋肉、腎臓、前立腺、脾臓である。体液としては精液に多い。このうち、亜ンの貯蔵器官は、骨と脾臓である。亜ンの排出経路は消化器が9割を占め、残りが尿と汗である。男性の場合、 適度な亜鉛摂取は、精子形成の増加及び性欲増進の効果が見られる。なお、必須ミネラル16種の一つであるが、高濃度の亜鉛は人体に有害である。蒸気を吸入すると呼吸器に障害を起こし、全身、特に四肢の痙攣に至る。また工業的に作られた製品は不純物が有害な場合がある。2005年版の日本人の食事摂取基準では、 推定平均必要量8 6ラム、日推奨量9 7ラム、日上限量3 0 3 0ラム、日数値はいずれも成人男性、括弧内は成人女性である。ちなみにアメリカでは男性で1 1ラム、日、女性で8ラム、日が推奨されている。亜鉛の欠乏は アエン量の少ない食事の摂取、アエンと結合し小腸での吸収を妨げる、食物繊維の取りすぎ、さらに鉄や銅の過剰摂取などが原因となって起こることがある。アエンを最も含む食材は入手の容易さを考慮に、入れるとレバーである。食物中にフィチン酸が含まれているとアエンの吸収が妨げられる。フィチン酸は穀物や豆類に多い。したがって、 赤身の肉が少なく、穀物や豆類の摂取が多い国、例えば FAO の統計によると、メキシコやペリューなどに欠乏症の素地を満たす国民が多い。症状は、細胞分裂の頻繁な箇所に影響が現れる。亜鉛欠乏時には、胃腸機能の減衰及び免疫機能低下による下痢が見られ、亜鉛を含む栄養素の摂取不良を招き、欠乏が さらに悪化することがある。亜鉛は、インスリンの構造維持に必須でもあり、糖代者にも関与する。さらに、ビタミン A の活性化にも関与するため、亜鉛の欠乏により、ビタミン A 欠乏症が現れることがある。また、動物実験レベルでは、亜鉛欠乏により、活動性の低下、記憶や注意力の低下、味覚志向の変化が見られる。医師による治療の際は、 アエンン有生剤として、ポラプレジンクなどが処方される。アエンは過剰に摂取されると、水液を通して過剰分が排泄される。また毒性も低いとされているため、通常の食生活では、アエンの過剰症が問題となることはない。しかし、急性中毒や、サプリメントの摂取などにより継続的に過剰摂取した場合には、以下のような問題を引き起こす。 100g 中に含まれる亜鉛の量、mg の比較。化合物中の一価の亜鉛イオンは二原子イオン、ZN の形をとるが、極めて不安定であり、不必としかし安い。有界状態の塩化鉛に金属亜鉛を加え、冷却させることで得られる金色のガラス状物質中において、ZN の存在が確認されている。ZN という一価イオンの形は一価の水銀の2。 原子イオンである HG に類似しており、その二量体構造を反映して、半磁性を有している。初めて構成された一家の亜鉛化合物は、イータ CMEZN であり、これは初めて構成されたジメタロ線でもある。亜鉛は、気ガス元素を除くすべての非金属元素及び、半金属元素との間で二元化合物を形成することが知られている。 酸化塩は水に難用な白色粉末であるが、量生酸化物であり酸にも塩基にも溶解する。他の第16属元素との化合物、硫化塩、セレン化塩は、電子材料や光学材料に用いられる。第15属元素との化合物、窒化塩、リン化塩、や水素化物、炭化物、炭化塩なども知られている。フッ化塩は、オン性が強く、高融点。 872度であるが、他のハロゲンカーエン、塩カーエン、シューカーエン、溶カーエンは、共有結合性が、より強いため、比較的低融点を示す。2価の水イオン ZN、AQ は無色であり、多少化水分解して、弱酸性を示し、その酸化入り定数は PK、イコール9.0である。ZN を含んだ溶液を弱塩基性にすると、 水酸化塩の白色沈殿が生成する。より塩基性が強くなると、この水酸化物は、亜塩酸イオン、ZNOH として、再び溶解する。亜塩は、オキソ酸イオンとも化合物を形成し、それらの例として、硝酸亜塩や硫酸亜塩、リン酸亜塩、モリブデン酸亜塩、アヒ酸亜塩、ヒ酸亜塩などがある。黄色を呈するクロム酸亜塩は、 無色であることが多い2価の亜鉛化合物の中で数少ない有色の化合物である。最も単純な亜鉛の有機産業の一例として酢酸亜鉛がある。亜鉛炭素結合を持つ有機亜鉛化合物として合成化学において主役として用いられるジエチル亜鉛がある。ジエチル亜鉛は1848年に報告された初めての有機亜鉛化合物であり。 亜鉛と溶化エチルの反応によって合成される。それはまた金属、炭素間にシグマ結合を有する化合物としても初のものであった。亜鉛の同位体は自然界に5種類が存在している。天然存在比の最も高い同位体は ZN の48.63%。ZN の半減期は4.30年であるが、その放射能は無視できる程度である。 同様に0.6%含まれる ZN も1.30年の半減期を持つが、こちらも通常は放射性ではないとみなされている。他の同位体の天然存在比は ZN が28%、ZN が4%、ZN が9%である。天然に存在するもの以外にも数十種の放射性、同位体が同定されている。その中で最も安定なのもは、 半減期243.93日の ZN であり、ついで安定なのが半減期46.5時間の ZN である。また、亜鉛には10種の核異生体が存在している。最も安定な核異生体は ZN であり、その半減期は13.76時間である。質量数66未満の放射性同位体の崩壊モードは電子捕獲であり、娘各種として、 銅の同位体が生成される。一方で、質量数66以上の放射性同位体の崩壊モードは β 崩壊であり、娘各種としてガリウムの同位体が生成される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。